東日本大震災から4年、ニューヨークでもさまざまな追悼式が行われました。日曜日にニューヨーク日系人会館で行われたのは、ニューヨーク在住の東北6県と北海道の県人会の連合会北北会が主催する追悼式。毎年東北にルーツを持つ人たちが多く参加します。今年は風化しつつある被災地の現状を伝えるとともに、震災直後にご両親を探すため被災地を訪れた高橋さんの体験を通じて当時の様子が伝えられました。その時隣にいた息子が口つぶやきました。ねえ、これって戦争の後、当時17歳、戦争なんて社会の教科書でしか見たことない彼がそう表現せざるを得ないほどに、それは衝撃的な光景だったのです。午後2時46分、地震が発生したのと同じ時間に黙祷が行われました。一方、アッパーウエストサイドの教会で行われたのは追悼式典 Together for 311。 震災後、ニューヨークで生まれた多くの日系の支援団体のネットワークフェローシップ・フォー・ジャパンが主催で、今年4回目を迎えました。こうして一緒に集まって心を寄せて犠牲者の方々のために祈りを送ること、そして被災地に住んでいらっしゃる方々に、忘れてないからねと、私たちはいつもいつも思ってるし、これからも一緒に頑張っていきましょうねというメッセージを送り続けたいと思います。ニューヨークは忘れていないというメッセージが込められたこの式典。着任したばかりの在ニューヨーク日本国総領事館の高橋大使は、ニューヨークの思いを肌で感じたと語りました。本日これだけ多くの方々が哀悼の気持ちを分かち合い、一度に返しておられることを新たにし、ここニューヨークにおけるコミュニティの認識の強さを新たに提示いたしております。さまざまなスピーチや歌のパフォーマンスに加え、被災地からこれまでの支援への感謝の気持ちを込めたこんなメッセージも届きました。およそ350人が訪れたこの式典では、被災地に送るメッセージカードが配られ、訪れた人たちはそれぞれの思いを綴りました。なんていうメッセージを書かれたか見せてもらって。はい、こういう感じで、あまりシンプルなんですけど、日本と、アメリカってすごく離れていますけど、心は一緒にあるよっていう気持ちを込めて書きました。I think it was a really important reminder of the situation, and also important to remember those people who perished and the people who are still dealing with it today. I can't imagine the terrible experience that they've gone through, but there is hope, and we're thinking of them.